サッカー界に新たな制度、ブルーカード導入へ。来季の AFA 杯でブルーカード導入か。審判員に異議を唱えた選手などが対象となり、与えられた選手は10分間の退場処分となる。選手は自チームのベンチ前に行くか、ピッチ離れタッチラインから試合を見守らなければならないとのこと。これってほんまなん、ネタやと思ってた。まあ、ブルーカード自体は他競技にもあるからね。十分もピッチ外にいたら風邪ひいちゃう。10分間の退場処分か、ラグビーみたいだ。これは面白い取り組み。対象次第だけど、サッカーが大きく変わるかもね。ファン、選手、監督からソース感で、すぐになくなりそうだな、これ。何かが狂っている。十分経つまで、時間稼ぎする遅延行為が横行するぞ。こんなのいらんよ。わざわざ細分化するくらいなら、レフェリーのレベル上げと抗議しないように、黄色と赤を厳格化したら良いのに。皆さんはどう思いますか？よければコメントで教えてください。